塩釜不登駅は、かつて、宮城県塩釜市海岸通15番地にあった、塩釜港に隣接する、日本貨物鉄道塩釜線の貨物駅。1994年に休止され、1997年に廃止された。跡地は、イオンタウン塩釜となっている。営業キロ設定上の塩釜不登駅はもともと、定山、通一丁目に置かれていたが、 1990年にかつて塩釜港駅のあった海岸通に移転したものである。塩釜不当駅は日本鉄道が1887年に設置した塩釜駅を前身とする。ただし、この駅の名称や所在地については複雑な経緯がある。東北本線や塩釜線の前身にあたる日本鉄道は 明治時代中頃に東京から青森へ向けて鉄道の建設を進めた。福島県から宮城県にかけての鉄道布設においては塩釜港が資材の搬入に利用され、ここから鉄道が布設されていった。この線路はそのまま営業線として1887年に開業し、この時に塩釜港に塩釜駅が置かれた。当時の塩釜駅は 塩釜の中心駅であり、貨物のみならず旅客でも賑わっていた。しかし、1926年に、後に、戦績線となる宮城電気鉄道が開業すると、塩釜町内に本塩釜駅などの駅が開業し、そちらの方が列車の本数が多いこともあって旅客は宮城電気鉄道へ流れていった。また、後に、塩釜駅から先に、 塩釜港駅が設置された。東北本線はもともとリフを経由する路線だったが、ここに急な勾配が存在していたことから、太平洋戦争中に勾配の緩い新線が海沿いに建設された。この新線は東北海岸線や海線と呼ばれた。その後、山線と通称された旧来の経路に代わって、東北海岸線が東北本線のメインルートとなり、 1956年に東北海岸線に塩釜駅が設けられた。この時に旧来の塩釜駅は塩釜港駅と名称を変えた。塩釜港駅に発着する旅客列車は帰省臨時列車を除いてなくなり、これ以後塩釜港駅は貨物駅となった。塩釜港駅の駅舎には旅客は本塩釜駅へ向かうようにと書かれたポスターが貼られていた。 また、これと前後して、低山通にあった塩釜港駅の名称が、塩釜不当駅に変更されている。1981年の戦績線の西塩釜本塩釜東、塩釜間の高架復線化に伴い、本塩釜駅が塩釜港駅の敷地内に移転した。この工事に伴って、塩釜港駅に残されていた日本鉄道塩釜駅以来の駅舎が取り壊された。 国鉄分割民営化直前の1986年に合理化のため塩釜港駅は定産通の塩釜不当駅に統合されて廃止された。さらに民営化後の1990年に塩釜不当駅は塩釜港駅があった海岸通に移転した。こうして名称や所在地が変遷した塩釜不当駅は 取扱貨物の減少が続いたことから1994年に営業を休止し、1997年に廃止された、本塩釜駅のすぐ東側にあった、地上駅。十数本の側線が付設された、走車場があり、その南側から、塩釜不当駅へ向かう路線が、東側から日本配合資料塩釜工場へ続く、専用線が分岐していた。 奏車場の南西側には2面2線の貨物ホームがあった。また、塩釜港駅が塩釜不当駅に統合された後も、塩釜不当駅の駅舎は、旧塩釜港駅の場所に置かれていた。仙台塩釜港、塩釜港区の低山不当にあり、旧塩釜港駅との間の路線から、複数の専用線が分岐していた。 不当に付設されていた宮城県営公共臨港線や日本セメント、小野田セメントのセメント貯蔵施設へ続く専用線、日本石油の輸送所へ続く専用線などがあった。このほか、海岸線に沿って付設されていた井出光鉱山、大京石油など発社が共用し、各輸送所へ続き石油類の輸送を行っていた専用線もあったが、1987年3月に、 昭和シェル石油からの輸送が終了し廃止された。なお、蒸気路線が全て廃止され、塩釜不等駅の実態がなくなったことにより、営業キロ上の塩釜不等駅が旧、塩釜港駅に移転した。休止直前のもの、ありがとうございます。